ちは、NLP スペシャルサポーターのイズです。今回の動画は2022年最後の動画になります。今年も見てくれてありがとうございました。今回の動画は2023年1月の学生デザインコンテストの告知になります。2023年3月までやっているので、皆さん来年も応募お願いします。今回のテーマはお正月といえばです。ハッシュタグお正月2をつけて皆さんツイッターなどに投稿してください。今回はテーマがお正月ということなので、お正月らしいものだったり、お正月にしてみたいことだったり、新年にしてみたいことも含めですね、お正月らしいものを皆さん作っていただければと思います。このコンテストは学生デザインコンテストで Fusion360 を使って毎月お題に合ったモデリングをしてもらうコンテストになります。毎月4名の方に商品を贈呈しています。3名の優勝者の方には NLP オリジナル T シャツをプレゼント、そして最優秀者の1名の方には Amazon オリジナルギフト券とオリジナル T シャツをプレゼントしておりますので、ぜひ来年もご応募よろしくお願いします。今回も私はお正月らしいもののモデリングに挑戦してみます。それでは Fusion360 の画面へどうぞ。はい、ということで今回はお正月といえばというので鏡餅を作っていきたいと思います。 3DCAD で鏡餅っていうと結構シンプルな形にも思えるんですけど、水引きなどを使って、お正月らしく華やかな感じで作っていこうと思います。まずお餅部分から作りたいんですけど、お餅スケッチの回転を使ってまず作っていこうかなと思うので、スケッチを取ります。スケッチを作成。一番作るのはどういう方法がいいかというとですね、そうだな、楕円を使うのがもしかしたら一番いいかもですね。ちょっと楕円で作ってみます。こんぐらいかな。1段目、そして2段目はこんな感じかな。エスケープキーを押して解除します。ちょっと位置がね、どのぐらいがいいかは後から調節できるので、今回これぐらいでいいとしましょう。そしたら上のね、みかんも一緒に作っちゃおうかなと思います。楕円を取って作ろうかな。この感じ、みかんは、みかんはこんなもんでしょう。ほい。そしたらですね、一応念のためということで線分でまっすぐ、線を引くんですね。そしたらスケッチを終了させます。そしたら作成から回転をクリック、片側だけを選択して軸を中心に回転させます。あら、ここ側が選択されてない。もう一回、はい、できましたね。 OK を押します。はい、基本的な形はできてきました。そしたらですね、この後装飾の部分に入っていきます。はい、そしたら土台を作っていきます。ここの鏡餅の曲面に平面を敷きたいので、何平面がいいかな。一番いいのが曲面に接してくれる面なので、これですね、良さそう。点で面に接する平面っていうのを使います。はい、これにですね、お餅を乗せる土台を作っていきます。長方形、中心の長方形、もうちょっと大きくても良さそう。そしたら押し出し、
さらに、今度は直方体で書いて押し出します。おっと、直方体は中心からは書けなかったでしたね。ちょっと中心から書きたいので、もう一度長方形、中心の長方形で、取っていきます。作成から押し出し、おっとっと、中心だけでいいので押し出しを好きな位置まで伸ばします。これぐらいあったらいいかな。ほい、そしたらまん丸なお餅が土台の上に乗るような形ができました。そしたら今度はですね、ここの面にもう一個シートを敷いていきたいと思います。はい、そしたら1回ですね、中心の長方形、今度は修正から移動で4辺をクリック。中心を規定に45度回します。ちょっとばっかし大きすぎたかもしれないので少し縮めていきます。この時にスケッチ寸法を使うと、まあ、一番わかりやすいですね。スケッチ寸法はいろんな使い方があるんですけど、スケッチ寸法を押して一辺だけクリックすると一辺の長さを決められます。そしてスケッチ寸法を取って、このように一辺の長さを取る、ダブルクリックすると修正することができます。まあ一辺だけ定義しちゃうと形が崩れてしまうこともあるので、まあこういう風に合わせて使ったりすることも多いですね。はい、こんな感じで規定することができました。そしたら、先ほど書いたスケッチも一応少しだけ押し上げておきます。これでちょっといい紙に乗ってる鏡餅になりました。ちょっとだけ今浮いててやっぱり変なので調節します。この鏡餅少しだけ、下に沈めます。 OK。 そしてボディを分割ツールで上のね面をクリックします。そうするとこのね、いらない部分が取り除くことができます。これを除去と押してあげると、完全にいらない部分が消えました。はい、餅がこんな平らになって安定感が増しましたね。はい、ということで鏡餅作ってきました。最後、この鏡餅のくびれの部分に水一気をかけていきたいと思います。どうやってかけようかなと思ったんですけど、アクセサリーパーツとあと水引きの部分はちょっと今回別で作ってみようかなと思います。まずですね、このくびれの部分の長さクリックすると右下に直径が出てきます。長さとかはねクリックするだけで右下に出るのですぐに確認することがこのようにできます。はい、今回直径が 52.598mm と、まあ約 52.6mm ですね、あるので、まあ、これより大きい形で水引きは作っていきます。一旦ここに構築平面を作ります。はい、高
高さは 17.798mm ということができたので、オフセット平面で 17.8mm のところに平面を置きます。これはですね、2つの平面をクリックするその間にある距離が出てくるという特性を使ったものになります。この下の平面 XZ 平面が押したいので、ここをクリック、その後にくびれの部分をクリックするとその最小距離が出てくるという性質を生かして今クリックをしました。はい、それではこちらの平面に、トーラスを作っていきます。はい、60mm、 大きさは 2mm ぐらいかな。新規ボディで OK 作成します。そしたら続いて水引きを作っていきます。これはですね、ちょっとどうやって作ろうかなと思ったんですけど、まあ新たな平面を生かして作ってみようかなと思います。新しいスケッチファイルを開いて、まずは水引きの線を引いていきます。フィット点スプラインを取ります。形を整えていきます。そしたら位置をちょっとだけ外していきます。外すというのも移動をさせていく感じですね。はい、できてきました。そしたらですね、構築平面で水引きを作っていきたいと思います。ちっちゃいですが、パシに沿った平面ができたので、ここにスケッチを書いていきます。まあ円ですね。普通に 1mm、 1.5 mm ぐらいの円を作ります。スケッチを終了。そしたら、こちらをねスイープでパスに沿わせていきます。 OK。 はい、そうすると水引きが出来上がりました。これをですね、形状パターンで何本か作っていきます。こんな感じ。お、綺麗なんじゃない。形状パターンで上にやると結構綺麗に見えてきましたね。そしたら最後これをこのデザインに挿入させていきます。デザインを挿入します。まあちょっと隠れちゃってるんでね、こんな感じ。こんな感じで位置をね決めていきます。まあちょっと今大きすぎるんで、後から整えていきますね。とりあえず大体の位置を決めて OK。 ここをクリックすることで、変えることができます。尺度、はい、こうですね。何パーぐらいか、0.6 じゃちっちゃすぎるし、0.8 ぐらいかな。はい、
そしたらこれ全部また移動させます。ちょっとこれくっついてないのが大変なんですが、まあ水引きなのでね。水引きっぽくなってきましたね。全然届かないことに気づいてしまったので、このトーラスを少し大きくしちゃいます。そう、大きくして OK、 下に下げます。はい、そしたらこの水引きをの位置を調節します。いい感じになってきました。よし、そしたら最後色をつけていきます。白っぽい色にしたいので白いガラスでいけるのか。そしてプラスチックの光沢ですね。今回はちょっとおめでたい感じなので全部光沢でいきたいので、上のみかんの部分も光沢で入れていきます。じゃあガラスじゃない方が良さそうですね。最後色を調節していきます。こちらはモードに入って、赤と金色を混ぜて配色していきます。うん、いい感じですね。豪華になりました。お、いい感じなんじゃない。はい、これで鏡餅が完成しました。結構豪華に見えますね。レンダリングに持っていくとこのような感じです。影がつくとよりリアルに見えるようになりました。ちょっとおめでたいのでね、結構明るくしてみてもいいんじゃないかなと思います。後ろなんかもちょっと豪華な感じにしてあげても良さそうですね。あ、いいですね、ぽいんじゃないかなと思います。はい、ということで鏡餅完成しました。結構水引きとか装飾を加えることによってよりねぽくなったんじゃないかなと思います。このお餅のもっちり感もいいですね。はい、ということで鏡餅を作ってみましたが、お正月シーズンに入るので皆さんもぜひね、こういうきらびやかなものとか縁起がいいものを新年の最初に作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。レンダリングはこんな感じになります。ちょっとね、餅っぽいふっくらした感じとか、あとやっぱり水引きのとこですね、ここがキラキラしててアクセントになっておめでたい感じが出てる作品になったんじゃないかなと思います。ぜひ作ってみてください。はい、ということで今週も見てくれてありがとうございました。今年の動画はこれで最後になりますが、2023年もよろしくお願いします。それではまた来年お会いしましょう。バイバイ。